ロードバロン似てるよね。あのロードバロンが出る前にやってたやつだよこれ。作ってたやつなんだけど、今改めて見たらやっぱ似てるなと思って。あら、カイトがこうなることを俺らは予測してたってこと。あーすごい。ということで、このガンバライジングナイスドライブ第3弾、はい、これをですね、なんていうの、機械に入るのがこの2ケースなんだよね。で、これ全部丸ごとやっちゃったっていうかね、全部あの買い占めたんですけど、衝撃の今事実が分かりまして、まあ、薄々感じてたんだけど、全部揃ってないっていう。揃わないのね、全部やっても揃わないんだっていう。だからあの後、あのちょっと俺はあの秘密の電話連絡をしてる間にムートがやっててくれて、なんかあの怖い兄ちゃんに絡まれながら頑張ってくれてたんだけど、そしたらね、やったやつ見たら、あれ俺知らないのあるんだけどと思って、やっぱりだからね、しかもあのこれの1番が揃ないっていう、1番からないっていうことが分かったんで、まあそれはあのネットで書いてる。もうとにかく俺らはこれをあの出したくてやってたんで、はい、これここに置いた方がいいかな、じゃあ、はい、バロンで、これがバーストすると、はい、ロードバロンです。で、これをもう一枚欲しいよねって言って欲を出してやってたんですけど、途中でその来た人に2枚目出されちゃいました。なので撤収してきました。でもまあその分ね、あのあれから追加してやった分、あのまだ出てこなかったとあるライダーを手に入れたんで良かったと思います。はい、ロードバロン、はい、じゃあ順番に行きます。002、はい、何ですか。タイプデッドヒート、ドライブのタイプデッドヒートです。バーストするとこうなります。 OK、 続いてはドライブタイプスピードモンスター OK。 あれ焦点があって取れたら、あのなんか合図して、そしたら裏返すから、はい、ずっと合ってるよ。あ、本当？バーストするとドライブタイプワイルドレッカーです。次、ドライブタイプスピードハンター004番、はい、で、バーストするとこうなります。 OK、 あ、いいよどっちでも。ドライブタイプワイルド、バーストするとこうなります。005番、あ、そうね、番号言ってなかった。続いては6006、タイプワイルド、バーストするとタイプワイルド、タンクだよね、これタンクです。続いてはミキちゃん。キラキラ、俺のミキちゃん、キラキラ、俺のミキちゃん輝いてるぜ、輝いてる。で、バーストするとテクニック、タイプテクニック。変なの、リュウガ様も、あれ、あ、いいんだ、はい、はい、はい、次、じゃん、はい、キラキラ、タイプテクニック、バーストするとどこまでもテクニック。あのね、カズさんテクニック好きなんだって。へー、あれはきっとね、緑が好きなんですか、きっとね。そう、緑
ね、サイヤ人まで緑色にしようとする人ですから。はい、プロトドライブ。名乗る必要はない。これから倒す相手に。バーストするとどうなんだろう。こんな感じです。009番。はい。姉ちゃん。キラキラ。俺輝いてるぜ。輝いてる、すごく。レッツ変身。バーストするぜ。はい。何これ。デッドヒート。デッドヒートマッハ011番でーす。姉ちゃん、俺も止まんねえよって012番。姉ちゃんのキックでおとなしくなります。デッドヒートマッハ。マッハ、バーストするとマッハ。なんて書いてあるの？マッハ？拡散？拡散だね。マッガールじゃなくて拡散。あれ、うん。俺の名はチェイス。マシンチェイサー。014番。バーストするぞ。チェイサーバット。オッケー。俺の名はマシンチェイサー。ロイミュードの番人。同時に死神だ。あ、でも今気づいたんだけど。あのキャンペーンカードの方のマシンチェイサーも多分あると思うんだけど、それ出てないんじゃないかな。やばいじゃん。まあそれはネットで買います。マシンチェイサー。あ、でもここまで来るとさ、あれじゃない、無駄が多いから。このマーク好きだね、俺ね。016番。俺の名はマシンチェイサー。ルッパーン。ルッパーンは017番。テテレテテ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 テ。いや、なんでルパンで俺が映されるのかよくわかんない。別に俺ルパンじゃないしね。人妻キラーかもしんないけどルパンじゃないしね。あのやってた人ね、人妻キラーで知らない人。アギト、アギト。え、知らないの？うん、知らない。あのなんだっけ、ルパンやってた人、あのお笑いの人妻キラーの人。あー、あー、イケメンでなんかランキングいつもやってる人。って言ってもあの、その年配の人とかなんでしょ。え、年、あ、何が、人妻キラーでしょ、うん、そう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 。アギト。バーニングフォー。バーニング。バーニング。バーニング。G3X。バーストすると。バーストしたら G4 になったらびっくりするけどね。うん、G3X です。関連性ないからね、G3、G4。 バーストして G4 になったらなんでやねん。龍騎。龍騎はバーストすると何になった？あ、龍騎か。サバイブとかじゃないのね。龍騎はバーストしても龍騎。これ何番？20番。ゾルタ。ゾルタ。二十
バーストするとザッ。ゴロちゃん、ゴロちゃん、わかんない、ゾルダ、弁護士、弁護士ライダー、ゾルダ、ゾルダバーストするとゾルダ、ゾルダが隆起が、あ、でも隆起はあれか、やっぱ車のやつあんのかな、わかんないや、変なこと言わないでおこう。イライラするんだよ。王者、王者23番、王者バーストするとベロクラッシュ、はあ。王者の名前は知ってるけど細かいのは知らないんです。俺のこと知らないだと、うん、お前本当にライダーか。王者、王者24番バースト、何何、王者ジェノサイドナックル、ああはいはい、なるほど、俺もよく使ってる技だね。へー、さすが龍河様、道行く人になる。フォイス。アクセルフォー、次26番、キバ、キバがこれキバでしょ、キバでキラキラしてて顔が見えなかった、あらエンペラフォー、さっきのノーマルの、うん、ノーマル、じゃあエンペラーからのエンペラーじゃんこれ、サガ、サガ、王の判決を言い渡す死だ。もうリュウガ様、ムチはやらないんですか？俺ね、あのね、どうやらね、左腕をね、やっちゃったらしくて、腕が伸びないんで、左腕今、あるとこまで伸ばすと、くの字になっちゃってて、そこから先伸びなくて、ちょっとね、痛めたっぽい、両手で使えるようにしようとしてたから、まあ休憩で、そうそうそう、ジョーカー、ジョーカーやっぱこのいいよね、このあの2色になってない黒と紫の感じが、うん、ね、しかもこっちの翔太郎の方が好きね、ジョーカー、だから昭和と平成の時にブラックと戦うんだけど、うん、黒いライダーか違うなとか言って、へえ、でも戦うんだけどねへえ、そんな感じ、なんか似てる色同士が戦ったりとかなんですか？うん、だったよ、この間のは、この間のじゃない、その昭和 VS 平成の時のは、アクセル、アクセル好きなんだっけ、アクセル好き、アクセル龍くんだよ、ああれそうでしょ、ああれそうなん、そうだよ、知らない、龍くんだよ、警察だよ、軽率だよ、軽率、うるさいな、誰が軽率だ、軽率だ、え、軽率なのあれって、軽率だよ、だって軽率だよって喧嘩売ってんのか、軽率だよ、はい、ウィザード、インフィニティスタイル、これ綺麗だよね、うん、はい、そう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 、ハルコさん、ハルト、ウィザード、フレームスタイル、ハルトからのバースト、またインフィニティ32番、はい、勝ちどきアーツ、
エイエイオーバーストの極みオーム大大大大大将軍フルーツバスケットウーパールーパー、違う、黒影トルーパートルーパー、これ、このなれになんか入ってくるって。まあでも最終回出てきたから、あれ黒影だったよね最終回。覚えてないです。あの、ほらあの人が、あのメロン君が残してた、残月が残してたやつ、確か黒影じゃなかったっけ。あと、まあ、映画でも出てくるのあれ黒影かな、ルパンのやつは。ルパンのやつっていうかメガヘクスのやつは、わかんない。15、これがあの昭和 vs 平成のライダーの悪のライダーなんだけど、まあこれはまた切ない話でね、話すとね4時間ぐらいになるんだよね。映画本編より長いじゃねえかっていう、いいよ、どうぞ。映画本編より長いじゃねえかっていうツッコミはないのか。ないよ。つまんねえやつ。いいよ。はい、で、バースト。今から4時間喋りましょう。バースト、はい。はい、極みじゃない、ガイムアームズ。その平成ライダーの各アームを使える6シードをこいつ持ってるわけ。ディケイドみたいに変身するの？まあそういう感じ、そういう感じ。で、あの平成っていうか、その、なんだっけ、ガイムの方も後で昭和のアームズの6シードをもらってやるから、だからガイムの方は昭和ライダーのアームズっていうか1号アームズとかになるんだけど、15は平成のやつだから、なんか他にもいろいろいくつか変身してたよ。ガイムだけじゃなくて、ガイムアームズだけじゃなくてね。新1号、ここからはあの昭和系に入っていくわけですね。36番、バーストすると、はい、フォームチェンジはないからね。2号、新2号、だから新の方がちょっと綺麗なんだよね、この辺の。だからこう、なんだろう、成り行きっていうのは俺全然知らないけどさ、はい、新2号でした。次、スカイライダー。スカイライダーは飛べるんでしたね。そう、飛べるよ、空も飛べるはずっつって。今流したな、この龍馬さんは飛べたんでしたっけ。黒い羽が生えてて。そうだよね。でもね、残念ながら俺はね、黒じゃないんだな。はい、ゼクロス。ゼクロスバーストすると、はい、これもキック。キック39番、40番、 RX。 バーストするとロボライダー。ロボライダー、 OK。 ロボライダーとバイオライダーだっけ。そうそう、それ今言うなよ。まあ出てくるの、ここから。はい、これ RX でしょ。、うん、RX でしょ。それでバーストするとバイオライダー。一番、頭の回転が早いんだよね、ムートはね、そういうとこはね。そういうとこはね、あと考えないって言いたいでしょ。まあそんなムートにイライラするんだよ。王者、これだからムートが出したやつだよ。そうなんだ、すごいね、持ってないやつをあれからムートが出しました。バーストすると、はい、なんだ、デノクラッシュ。はい、43番、この辺がなんかレジェンドレアに入っていくわけよね。カイザー。カイザ
そう、どんなのかあんまり定かじゃないです。44番。はい、ゴールドスマッシュで、多分これのマシンチェイサーもあるはずなんだけど、まだ出てなくての、白い魔法使い。バースト、バースト、はい、はい、バースト、はい、サルちゃんじゃねえよ、誰がサルちゃんだ。サリちゃんでしょ。ああ、サリちゃんね。エクスプローションバースト、この辺わかんねえんだよ俺、ウィザードってあんま見てなかったから。暦のお父さんだよ。あ、そう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 、それは知ってるけど、なんでそれでどうなってんのかがよくわかんない。出ました、聖騎王シャドウムーン。我が名はシャドウムーン。バーストすると、なんか、はい、なんか他のライダーに比べて、うん、ロボットっぽくないですか。そうね、うん、そうね。だから歩く音もカシャッキシッカシャッキシッカシャッキシッって言うからね。へー、なんかあのここのさ、あのこう角みたいに生えてるじゃん、足にキビって、うん、これがこう歩く時にカシャッキシッカシャッキシッって音がする。この音が好きでね、うん、よくそう、あのあれ、朝起きてベッドから降りるときにカシャッ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 って言ってから起きるのそのベッドが降りるときの音が俺の自分で言ってそれは今も続いてる。今も続いてます。面白い、キャンペーンカード、はい、ドライブトライドローン、これだからあのライダーとマシンっていう感じの組み合わせでやっていくんだよね。トライドローン、クリスさせないでよ。で、これ何？ 48 かな、そうだね、48番です。これは何、なんて書いてあるの。ライジング、タイヤフエール、タイヤフエール。良すぎだから。宇宙来たー。ウィザード。宇宙来たー。で、いい？バーストするとこういうことになります。49番。はい。オッケー。いいよ。ウィザード。最高って。50番。バーストすると、はい。ウィンダーシューティングストライク。とか言って。オレンジアームズ。オレンジアームズ。51番。あれ電話もラインナップにあったっけ。分かんない。でもほらあの機械にさ、右にあったさ、1号もさ、ないじゃんね。そっか、このさ、このカードやっぱいいなって思うのが、バロンがあって、ここあのほら、うわーって変身する時のヘルヘイムの葉っぱがブワーってなってて、ここにさ、うん、ロードバロンがいるじゃない、うん、そのもう変身する姿をさ描いてるわけよね、うん、テレビでほらカイトが変身することになるけど、このさデザインいいよね。これ誰が描いたんだろう。松野トンジって書いてあるの、これ名前書いたんで、デザインした人の。ほんとだ、すごい。いや松野さんすげえわ。これね、
いいよこのデザインは。でバーストするといい。でこれでバーストするとこうなるっていうのがさ、いいじゃないですか。今度のさ、うん、これ映したままでいいよ、うん、残月バロンっていう V シネマのジャケットが、バロンのところはうっすらと奥にロードバロンの後ろ姿がいるんだよね、うん、だからそのロードバロンになる、なんだろう、またそのさらなる秘密というか理由というか、そういうのもなんか織り込まれるらしいな。ロードバロンになる前の時系列の明かされてないところをやるんだって。すごい楽しみだなと思います。だからほんとさ、今日はさ、クリアしちゃおうぜとか言ってたけど、いろいろちょっとできなかったんで、また全クリしようぜまたね、デカクリ全クリしようぜ、ね、頑張りたいと思います。もう一回今から行きますか。今から行くの？うん、マジで。はい、行くんですか。あ、ゲルマ様にそういえばプレゼントがあるんです。じゃあ一回、あ、どう続ける？止めちゃおう。